はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿5丁目の兄貴、金田ロッキーです。さて今日はですね、ちょっと精神的に病みやすいタイプの方、病名つけたらもう鬱とかパニック障害とかそういう感じのやつですね。はい、そうなりやすい方、ちょっと手相にやっぱり出ますんでね、それを説明したいと思いますけれども、まあ僕も周りでね、過去もね、ようそんな感じの LINE 送ってこられたりするんですけれども、めんどくさいなぁ思って無視してましたけどね。まあ近くで実際何人かなって、はこんな大変なんやえども、僕もちょっと経験しましたので、まあこれの対処の仕方というかね、どうしたらええどうしたらええいうのを、僕なりにちょっと考えてみましたので、今日はちょっと説明したいと思うんですけれども、まずほんでね、九星気学、一泊水星とか地獄土星とか、僕は豪土星なんですけれどもね、三匹木星の方がそうなりやすいと、今年で言うたら、大坂なおみちゃん、深田恭子ちゃん、鈴木奈々ちゃん、みんなちょっとお休みしましたもんね。だから大坂なおみちゃんで言えば、もうオリンピックイヤーにそれが当たってしまって大変やったんやろな思うけれども、んであれはあれで、まあちょっとやっぱ不安定になっちゃうからしゃあないのよな。ほんでね、女性の場合やっぱりちょっと生理的な部分とかも重なっちゃったり、あとちょっとひどい人はもうこの低気圧が来るとそれなっちゃったりするんよな。だからそんなんが全部重なったらもうやっぱり精神やられてまうというかね。で、手相的にはどういう人かって言ったら、この、ここの緑で書いてる感情を表す感情線ね、感情線がこういうふうにちょっと鎖状になってる方、これだから考えんでもええ部分、いやそこまで考えんでもええやんみたいなことまで考えちゃうんですよね。ほんであとこの、感情線がちょっと下の方にピュッ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 と枝分かれしてる人ね、こういう方はちょっと引きずっちゃったりするんですよ。で、あとこの赤で書いてる生命線と青で書いてる頭脳線、ここ普通こうやって重なるんですけれどもね、赤で上にもう一本頭脳線書きましたけれども、ここがこの頭脳線と、生命線の重なるあたりがね、離れちゃってる人、俗に言う KY 線なんですけれども、KY の方もちょっとやっぱりこう、なんていうか、うまいこといけへんようになったらどうしていいかわからんようになって暴走するんですよね。だからもうわーなった、それをツイッターとか SNS でボーンもう書いてみたりね。で、そこで書いてもやっぱりちょっと解決にならないんで、はい、あなたの不安の方はどうしたん、大丈夫大丈夫って言ってくれるとは思うんですけども、それでやっぱり解決にならへんからね。どうしてそういう時どうしたらいいか、もうほんまに信頼を受ける方、相談に乗ってもらう、あとお医者さん行くのももういいと思うんでね。メンタルクリニック結構混んでるんですよ、予約取れなかったりするし。で、話聞いてもろって、もう薬もやばかった薬処方してもろって、あともう今背負ってる肩の荷を一回下ろしてくださいと。ほんでちょっとぼーっとしてね、しばらくねお休みしてね、何にも考えずにちょっと薬飲んで、もうそれしかないとは思うんですけれどもね。それとあとね、この青で書いてる頭脳線まで鎖状になってる方、赤で書いてる生命線まで鎖状になってる方、ほんでこの、緑で書いてる感情線まで鎖状になってる方、感情線が鎖状になってるってことは、心がもうちょっと考えすぎる、病みやすい。ほんで頭脳線が鎖状になってる方は、頭までちょっともう そんな風に考えすぎてしまう。例えばテストで合ってんのに書き直して、ほんでまた消して書き直して、また消して書き直してしてるうちに結局時間なくなったり間違っちゃったりするみたいな感じね。もうドーンと、もうそれで決めたらもうたらりも考えずにドーンと行けよ思うんですけれども、そういう方ってちょっと考えすぎちゃうんですよ。で、生命線まで鎖状になってるって方は、心と頭のせいで体までおかしなってまうでっていう方なんで、ほんまもうこの3つがね、ある意味悪い意味での レア線なんですけど、たまにおられるんですけれどもね、
1年にまあまあまあ3人4人ぐらいおるかな、うん、そういう人はもう頭と心のせいで体まで病んでまうやからちょっと要注意なんですけれどもね。せやか僕はもうどうせ言われたらもうほんま普段から鍛えるしかないんで、僕空手やるじゃないですか、もうガチでやるんで、もう道場行ったらほんまもうねえぐい練習させられますし、試合出るってなんかそんだけやらなあかんんで、うん、まあまあまあ武道の稽古はやっぱりまあ辛いっちゃ辛いんですけれども、オッスの精神いうとこは言うのはそういうことですよね。もう自分を押す、自分をプッシュして耐え忍ぶいうのがオッスの精神なんで、もうねもうオッスの精神をこう地でいくしかないんですけども、俺と同じことお前らもやれ言われたってね、皆さんそれはできへんと思うんで、せやからもうお客さんにはもういつもキックボクセサイズぐらいやれと、うん、あの空手道場行くのはね、あの気合も入れなあかんし、ちょっと覚悟決めなあかんから大変やろうけれども、まあ、キックボクセサイズぐらいやったらストレス発散で、なりますんで、コーチがミット持ってくれたサンドバッグは叩くだけでね、最初しんどくてもすぐ慣れますんで、若い人たちやったらね、うん、まあ、ね、年配の方でも慣れますよ、はい、ぜひぜひ健康の、行ったら行ったで、ああ、すっきりしたわってなるんでね、うん、ぜひやっていただきたいんですけれど、ほんでね、俺ね、最初のね、昔一番、もともと通ってた空手道場で、商談試験がもうすぐあるから、空手の稽古集中したいのに、当時別れた女と一緒に住んでたんですよ。で、アメリカおった時の話で、25や45、そこらの話やったかな、うん、20、うん、そのぐらいやったかな、24ぐらいの時やわ。ほんで別れてからも一緒に住んでて、数ヶ月後にはそいつもちょっとよその大学にこう転校するんで出ていくいうの分かってたんで、あと数ヶ月やから出ていけとも言えないじゃないですか。ただもう別れて一緒に住んでたらもう最悪ですよ。ほんでも気の強い女でもうっとしいことごちゃ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 言うてくるんですよ、毎日喧嘩。ただ道場行ってあいつの顔を思い浮かべて月蹴りの練習して、サンドバッグあいつの顔を思い浮かべてね、月蹴りやっとったらめっちゃすっきりしましたわ。うん、でまあそれを乗り越え、商談試験も受かりね、俺ちょっと人が向けたなみたいな感じやったんですけど、まあまあストレス発散法っていうのはもう要はそういうことなんですよ。はい、スカッとすることやってみてください。何でもいいんですけどね、カラオケでも飲みに行くでも、うん、ただやっぱりライブ行ったりどうのこうのするいうのは、まあ、それはスキッとするんやろうけれどもね、年がら年中できないじゃないですか。で釣りとかでもいいんですよ、魚一匹釣るためにね、浮きじっと見て集中するでしょ。ああいうのってやっぱ他のことを忘れちゃうんで、他の痛みも何も忘れちゃうんで、そういうことってやっぱり必要なんでね、魚釣れた釣れたで、おお嬉しい釣れた楽しいじゃないですか、うん、だからそういう時に酒飲みすぎたりね、食べすぎたりせんようにね、それはもう体に如実に不摂生したの出ますからね、うん、気をつけていただきたいんですけど、まあやっぱりわあストレス発散法スポーツしかないんかなと思いますけれども、まあ何でもいいんでね、はい、やってください。はい、こんな感じでな、うん、そうかな、だからこういうね、感情線が鎖状になっている方、頭脳線が鎖状になっている方、生命線まで鎖状になっている方、本当気をつけてください。気をつけてください。しか僕も言えないんですけれどもね。はい。ほんでね、まあ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 、占い師さんとこ来て、こうね、愚痴言っていただくのはいいんですけれども、愚痴言ってすっきりするのかもわかんないですけれども、ね、それで愚痴言うだけじゃやっぱり解決策にはならないんでね、解決策をいろいろこう実践していくにはやっぱりそこでまたストレス溜まったりしますんで、大変なことなんですけれども、うん、まあまずはちょっと本当にもともとのね、自分の持って心と体を強くする鍛錬、うん、それがもうやっぱり自己責任になっちゃうんでね、うん、やらなきゃしゃあないかなと。ほんでまあはい、ストレス発散を確立するなっちゃった時はもうちょっと荷を下ろして、ちょっと暴走せえへんように心がけながら、まあ、病院行ってみる。ほんでね、病院治療費もね、こうなんや、うつやとかパニック障害やとか診断されたら、区役所行って
診断書を持っていかないとダメなんですけれどもね、あの医療費1割負担で済みますので、もうぜひぜひやってみてください。ほんでもあの仕事もここ休まれへんじゃないし、一回休んだらいいんですよ。深京もね、鈴木奈々ちゃんも休んだじゃないですか、うん。ほんで大坂なおみちゃん、ちょっと中途半端なことせんけど、もっと長いことバーンと休んだ方が俺ええ思うねんけどな、うん。まあ中には仕事してる方が気紛れるいう人おるねんけども、一回ちょっとほんま完全に休んじゃった方がいいんで、それでそこクビになるんやったらもうしゃあないっすよ。仕事は他にもいっぱいあるんでね、うん、ぜひぜひぜひちょっと肩の荷を下ろして。でこれおもろかったんが、今週のあの誕生月別占い、僕2月生まれなんですけれども、あの精神病のカードとイライラするのカードが2枚出たんですよね。実際、まあ、周りに何名かおられまして、そのせいでもうええかげんしてくれよ、実際そうなるじゃないですか、うん、ちょっとそういうこと思ってたん で俺がじゃなしに周りでねなってる方おられたんで、はい、まあまあまあちょっと休んでね、あのまた元気にはなっていただきたいんですけれども、そりゃなそんな感じかな。ほんでその病んじゃってる方をケアするがために自分まで病んでしまったらいけないんで、ちょっとやっぱりもう自分もそのもうこいつの対処してることによって俺まで病んでまうわ思う方はちょっと離れた方がいいっすよ、うん。離れる方法、まあまあまあね、しばらく寝カフェ泊まるとそんなのまたストレスたまんねんけど、ちょっと離れてみる、うん、はい。それはやっぱり自分自身がね、やんじゃったら一番良くないんで、そこはもう、うん、それでもダメになっちゃう関係やったらもうそれまでし、はい。ただね、まあまあまあ、肉親やったらね、それ背負わないとダメなんでね、うん。ほんで、まあまあまあ、とにかく何があったって、俺はもう自分の日常を全く変えまい、もうそこは強いんでね、はい。俺はもう周りがそうなろうが何があろうが、もう日常は変えないようにしてます。お店ちゃんと出てお客さんの対応する、電話占いの申し込みやなんやかんやも来ますんでね、それの対応する、 YouTube ちゃんと撮る、空手のこの練習ちゃんと行く、はい。だからまあまあストレス溜まる時はね、俺も道場行ってサンドバッグが叩くんがもう一番いいんで、もう行ったら集中せなあかんからね、うんうん、まあまあまあ、ほんでああ今日もすっきりしたってなりますんで、はい。僕はもう何があろうが日常を全く変えないように心がけています、はい。だからもしあなたがね、周りの方がそうなってちょっと自分まで病んでまうんやったら、ちょっとまず離れる、うん、数日でも離れてみる、はい。それは大事やと思いますので、はい、そんな感じでね、いろいろ対処してみてください。ほんでね、もう病院連れて行こう思っても本人が認めなかったりするんでね、やっぱりね、うん、これも大変なんですよ、うん。それかもう肉親やったら背負わなあかんねんけど、もう肉親じゃなかったらもうそれでもうダメになるんやったら、それはそれでしゃあないかなと思いますけれどもね。例えばまあ ここのあの神社行ったら病気が治ったでみたいなところもありますけれどもね、はい。まあ神頼みしてみるもよし、神頼みして治ったらいいんですけれども、はい、そんな感じでございます、はい。ほんでね、その神頼みもね、僕前あげましたけれども、縁切り神社みたいなところに行ってその病気と縁切らしてください。ほんでね、遠いとこいる人やったら自分が行って、LINE 電話つなげてそれでやるのもいいんですけれどもね、うん。ほんでね、それを怖いところがね、その人のこう病気を切ろうと思って行ってもなんかもう神さんがね、その人とのこの関係をもう切ってしまうというか、お前もこいつ大変やぞと、離れた方が 身のためやでみたいなことを、やっぱり神さんがね、そういうふうにそういう流れに持って行ってくれる時もありますので、それはそれで素直に受け入れなあかんのかなと、うん。行って治ったいう人もいるんですけれどもね、うん。だから実際ね、自分がもうその人のことを背負ってあと何十年やっていけるのか、そこは冷静に考えていただいても、無理やって思うんやったらもうね、うん、もうそれ
そのお参りって関係ダメになるんやったらもうそれまでの関係やろうし、ある意味ね神さんがそう判断してくださったことやから、それ受け入れた方が自分としてもやっぱり、うん、楽なんかなとも思いますし、まあいろんな選択肢はございますからね。病院行くお参り行ったことによっていい先生と出会って治ったいう人もいますしね、うん、ありとあらゆる病気、はい、まあいろいろちょっと試してみてください。はい、そんな感じでございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。